芸歴60年以上のベテラン女優、榊原ルミさん。アイドル並みの人気があった裏では、長年、ストーカー被害に悩まされていたようです。警察も出動するほどエスカレートしていった、その壮絶な事件の内容とは、一体どのようなものだったのでしょうか。経歴と共に見ていきましょう。榊原ルミさんのプロフィール。本名、 松下瑠美青年月日。1951年3月5日。出身地。東京都渋谷区。身長。158センチ。血液型。A 型。所属事務所。東映マネジメント。経歴。 坂木原ルミさんは渋谷区の疲労の裕福な家庭で育ち、幼少期から雑誌モデルや子役として舞台やテレビで幅広く活躍していました。そんな坂木原さんは1971年、20歳の時に映画《男はつらいよ》奮闘編で最年少ヒロインに抜擢されます。当時を振り返り、自分が子供だったので全然緊張せずに、 のびのびと撮影できたと語っています。同年、テレビドラマ、帰ってきたウルトラマンのヒロイン役を務めると、さらに気になる嫁さんの主演に抜擢。当時、お嫁さんにしたい女優ナンバーワンと言われるほどの人気ぶりでした。ウルトラマン交番理由は、1971年、テレビドラマ、 帰ってきたウルトラマンでヒロインを演じていた榊原さんですが、撮影途中で突然降板しています。そのため、急遽脚本が変更になり、榊原さん演じるヒロインは途中でナックル星人にやられるという結末を迎えました。降板した理由は、他のドラマへの出演が決まり、スケジュールの確保が困難な状況になったことだと言われています。 ウルトラマンを途中拘板して出演したドラマは主演を務めた気になる嫁さんです。当時人気女優だったためオファーが殺到していたことで苦渋の決断をせざるを得なかったようですね。結婚と離婚榊原さんは1979年旅行代理店勤務の一般男性と結婚し、1981年に長女を出産しました。 現在、娘は松下恵名義で女優として活動しています。その後の1999年に約19年連れ添った夫と離婚しました。当時、娘の松下さんは18歳で、両親が離婚届に反抗を押す場面を目の前で見ていたそうです。その時松下さんは、19年もの結婚生活が紙切れ一枚であっけなく終わってしまうものなんだと感じたと明かしています。 ストーカー被害の辛労で2014年テレビ番組爆砲ザ・フライデーに出演した榊原さんは30年以上にわたりストーカー被害に遭っていたことを告白しましたそれはアイドル並みに人気を博していた1971年から始まったそうで実家の固定電話を特定され自宅にファンからの電話がかかってくるようになります 月に一回かかってくる程度だった電話がだんだんと増え、一日何十回とかかってくるようになったといいます。そして、日々ファンの暴走はエスカレートしていき、とうとう実家にまで押しかけてくるようになり、最終的には逮捕者が出るほどの事件に発展。1973年、誕生日イベントで握手会を行っていた際、先が尖った鉄パイプを持った男性が乱入し、 ルミは俺のものだと叫び暴れたのです男性はその場で警察官に取り押さえられ逮捕されましたが後に鉄パイプ以外にナイフを持っていたことも明らかになっていますまた榊原さんが出演する舞台や番組などの現場にルミを出せ出さないと爆弾を仕掛けると脅迫するものも現れていたそうですこのように壮絶なストーカー被害に遭っていた榊原さんでしたが 結婚前からストーカーに、出産したら子供に気をつけろと脅されていました。そのため、1981年に長女を出産した時は、ストーカーからの言葉が頭から離れず、娘の誕生を素直に喜べないほどだったといいます。坂木原さんはこのような日々のせいで、精神を病んでしまい、お酒を飲む毎日だったことも告白しました。また、一度目の結婚の際、 ずっと実家に住んでいたのは、ストーカー被害から身を守るためだったそうで、ストーカーの存在が離婚のきっかけになったことも明かしています。再婚後に起きた衝撃の事故とは、離婚してから2年後の2001年、映画の監督やプロデューサー、脚本家として幅広く活動している鈴木淳一さんと再婚しました。 二人はバツイチ同士で一年半同性生活を送った後入籍します。2002年、坂木原さんは鈴木さんが監督を務めた映画、一人寝に出演。引退覚悟で体を張った演技に挑み、過去の清純派のイメージを脱却しました。結婚後に二人はアメリカのロサンゼルスに移住しています。鈴木さんがロサンゼルスで、 日本映画の海外セールスエージェンシーの仕事や映画プロデューサーとして仕事をしていたためです。さらに鈴木さんは30カ国もの国で映画制作やプロデューサー業を行っていたようで、ロサンゼルスでは榊原さんも鈴木さんの仕事を手伝っていました。しかし、2010年、ラスベガスの近くで2人が運転する車が大事故を起こしてしまいます。 二人は映画の取材のために、ロサンゼルスからラスベガスに向かっていた最中、車が何かを踏み、その弾みでハンドルが大きく切られてしまい、ガードレールにぶつかった車は2回横転。搬送時、車は逆さまになっていたそうです。自損事故で巻き込んだ相手はいませんでしたが、榊原さんは指を複雑骨折。 車を運転していた鈴木さんは、脊髄の一部を骨折する重傷を負いました。鈴木さんは意識不明のまま、ヘリコプターで病院に搬送されましたが、幸い命に別状はありませんでした。また、鈴木さんは事故当時の記憶がなく、榊原さんも後のインタビューで、意識がなくて大量出血している鈴木さんを見て、もうダメかもしれないと絶望的な気持ちになったと語っています。 事故がきっかけで11年間過ごしたアメリカを離れ、夫婦で日本に帰国。その後、榊原さんは女優としての仕事を復帰しています。娘との溝とは娘の松下恵さんは19、1993年12歳の時に女優デビューを果たしました。1995年に3年 B 組金八先生に出演し、 注目を集めた松下さんは、小田急百貨店や日本生命、大正製薬などの CM にも出演していました。そんな松下さんですが、未成年の時は母親の榊原さんと溝があったことを告白しています。榊原さんが再婚してロサンゼルスに移住した時には、母親に捨てられたと思っていたと語り、当時は接触障害も患っていたそうです。最近はそんな溝も埋まり、 都内のマンションで一緒に暮らしており、松下さんが出演したイベントに、榊原さんがゲスト出演するなど、仕事で共演することもあるようです。また、同じ服を買うこともあるようですが、娘の松下さんは、仲がいいというよりも、過干渉な母親だと語り、お揃いの服にしていることも、母親が勝手に真似しただけだと話しています。さらに、榊原さんは、松下さんと同じ美容室に通い、 同じ美容師を示しているそうです。娘がまだ独身であることも心配しており、松下さんは、毎日結婚しろ、結婚しろとうるさいとプレッシャーをかけられていることを明かしています。坂木原さんは自身が罰位置であることから、結婚は一回ではうまくいかないから、早く結婚してほしいと思っているようです。これに対し、松下さんは、結婚したくてもできないから困ってるのよ。 と結婚ををす母親に対しししなりしてていいる様子を見せていました現在は2012年に帰国し女優復帰してからは夫の鈴木さんが監督を務めた映画クロスロードに出演したり2019年には草なぎ剛さん主演の映画台風家族に出演するなど現在も女優として活動しています。 アイドル的人気を博していた、榊木原る美さん。人気絶頂期から長年続いたというストーカー被害の内容には驚きました。当時の心情は計り知れませんが、何より榊木原さんと家族の身に何もなくてよかったです。女優復帰した今、娘さんとの共演も楽しみですね。あなたはどう思いましたでしょうか これからも女優として輝いてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。